お疲れ様です。今日はですね、こちらの7倍エリクサー攻略やっていきます。YouTube のねコメントでめちゃめちゃたくさんあったので、まあ、このねエリクサーチャレンジも始まるということでやっていこうと思います。はい、というわけでこちらのキョスケエリゴレのロケ法ですね、こちらでやっていきます。でロケ法限界突破してなくても全然強いです。まあしてる方がねより強いんですけど、まあ一旦やっていこうかなと思います。でまあ7倍エリクサーはめちゃめちゃエリクサー溢れます。7倍なんで皆さん分かると思うんですけど、だからめちゃめちゃ何もういっぱい出す、ただいっぱい出すだけでさえこれもう僕見てもらえれば分かるんですけど、もう右と左に右と左にあんま考えずに結構交互に出してるだけなんですけど、ほんとそれぐらいでいいです。でポイズンをしっかり何あのロケ砲に打っていくっていうのが大事だと思ってて、これねこのポイズンを打っていくことによって勝てます。今すごくなってますけど、まあ勝てばいいんだね結局最終。よいしょ、はい、ああ延命したかったね、あーめちゃめちゃいいロケットされちゃったねみたいな感じ。まあでももうなんて言うんだろうね説明とか存在しないんですよね、この7倍エリクサーに。本当にいかにエリクサーを無駄にしないかっていうのが大事になってきます。でもねコスト止まっちゃうんですよね、連打してないと。だから連打はマストですね。もうコスト4とか5とかの時に出せる時に常に出すで、気づいたら下がっているよと言ったあのモードなんですよ。エリクサー7倍なんだね通常の。はい、まあ、もうちょっと詳しく説明していくか。まあこのバトルはね、まあ、基本エリゴレだと思ってください。基本エリゴレでちょいちょいなんかスケラとか、まあ、枯渇とかなんか変なのがいるかなって感じかな。ほぼねこういうデッキになってくる。しかもまあ大型よくわかんないで、スケとかはねだからもう絶対入れない方がいいです皆さん。スケとか入れた時にはもうおしまいですよね、何もできなくなっちゃうんで。さあで何だろう、私何も考えてないんですよ、ね、基本的に基本的によ俺の中ではライドラとエリゴレをミラーしてます。はい、エリゴレミラーが案外強いです。そんな止まらんのみたいなことがよくありません。エリゴレミラーだけでターン折れるとかも結構あるんで、エリゴレミラーを積極的にしていくのが大事だと思ってて、まあ、あとはちょっと今両サイド攻めすぎちゃってるんですけど、だから右と左をこう同時に攻めれると理想かな。やっぱりねこのロケットとかポイズンとかそういった呪文がね多くなってくるんですよね。でそうなってきた時に片サイしか攻めてないとなんか綺麗にカウンター来ちゃうみたいなところもあるので、まあロケット押しにはね基本的にポイズン徹底とかしとけるといいかな。いやめっちゃ守られてますこれ、やばいね。こんな綺麗に守られることあんまないんですけど、さあなんでここで左も行きながらのさ右もね行く、これが大事なんですよ。よいしょ、マジで分かんないでしょ俺も分かんないよ、やってる本人が分かんないんですから。それ分かんないんだけど、でこのねロケット押し限界突破してるとねこれが強いんですよね。なんかもうトレネっぽいで気づいたら全部剥げるみたいな。でエリゴレもいっぱい出してあげて、相手のユニットがいようがいまいがなんか関係ないですからねいやポイズンミラーとかでもいいのか分かんないけどね。よいしょ、さあでもう終わるかなと思いながらまだ試合はあと50何分もあるっていうの感覚バグに陥る。さあなんかめっちゃユニットいっぱいいるな相手の、怖いな正直、正直怖いけど、このライトの本気の飛来神、鬼飛来神です。よいしょ、さあライトが残る、まあ、基本的に相手が何でもライトが残れば強いです。頭入りがれ出してなんかもうロケコがねやっぱ多いんで、今回はいないけどね、ロケコに基本的にもうポイズンではみ出そうだったらトルネで無理やりとか打っとけば、気づいたらねユニット溢れますね。はい、なんかなんだかんだエリゴレミラーだと思ってください。なんかやばいなと思ったらエリゴレミラーしとくと折れます。はい、あとは両サイ攻めかな、なんかいっぱいやったんですよね。だからなんかいろいろなんかスケラが前回最強みたいなで呪文削りとかもあったり、
なんだかんだエリゴレミラーって感じかな。はい、普段進まないヒーラーのタスクが進んでいく。ありがたいね。まあ7倍エレクサーチャレンジ、これ多分1万点ぐらい合計でもらえるから普通にありがたいっすよね。まあ、あとこの毎日のタスク、はい、これも何やれば1000点ぐらいもらえるから、ショップで好きなカードも交換できるんでね。さあ、まあ基本的にこれもう、はい、すぐ出す、今すぐ出さないとこれエリクサー漏れるんでね。どんだけ早く出しても漏れるっていう無理ゲーなんですけど、エリクサー漏らさないわ。で、大事なのはさっきも言ったんですけど、まあ両サイドね、両サイ交互にヒット出せると理想で、ボーラーがいるとそのエリゴレって意外と通らないもんなので、まあ、エリゴレは気持ちで出すのは今少なめでもいいかもしれない。サポート打って、今はまあライドラとヒーラーとキョスケとかはね多めに出してる感じかな。ライドラミラーとかもだから強いですよね。でロギオとか後ろに出して、まあなんかヒーラーで回復させたい。ヒーラーの回復能力がついたからちょっと強いまでありそうだけど、去年まではヒーラーその回復が召喚時はなかったんだよね。おー、ギズってやばい、召喚時なかったから。で、ここで回復できる、これが強い。よいしょ。さあ、マジでもうやばすぎ、意味わかんねえいやでもね、エリゴレがやっぱ入っちゃうんですよね。エリゴレマジやばいな、なんか負けすぎかな。ゴーラーで集中やばすぎ、顔すぎる。なんかね、エリゴレがやっぱちょっと止まんないんですよね、みんなっていうイメージ。やばすぎ、マジで意味わかんない、意味わかんない。いや、なんでこれでさ俺が負けてんのかもちょっと意味わかんないじゃん。すごい勝ってる感あるけど、やばすぎ。ヒーラーで回復して、ヒーラーの回復マジいる、回復ないと止まっちゃいそう。いやー、でもなんかすごい、右ロケ投資30死やん、おい。気づけば、マジで分かんないけど絶望的に負けそうだったけど、連打してるだけなんだよな敵手にポイズンって、溺れろ、ドルメして、はーい、ディスイズ7倍エルクスター。いや、まあ連打ですね。エリクサー漏れが多いければ多いほど、その分相手よりユニット量少なくなるんで、もう何があっても皆さん連打してください。まあ俺が連打それぐらいなんだよな。あとはもう両サイド、ほんと両サイド、もう片サイドにこだわるやつがね一番弱いです。それだけ言ってきます。おやばい、エリクサ持ってる、これもったいないから、エリクサ持るだけね。で、右サイドにも攻めながら、左サイドにもやりながら、ライドルとかいっといいな。でも、この強化もうズルですよね。はいはい。で、わかんなかったらね、一旦後ろから奥とかでですね、後ろからライドルとかして、様子見ながら、よいしょ。やばすぎる。状況把握がね難しい。お、なんかまあ棒ポイしてよかったっす。なんか嫌な形が組まれてる。まあスケラもこれその最終エリゴレが止まんないんですよ。まあ今はゆっくりこうしてるんでなんかあれですけど、最終のねエリゴレマジ強いんですよね。さあライドラ頑張ってほしい、あそこだけ一個抜い、うっ、パルチやだな、パルチはね、まあまあ、真ん中のムートメダルだな、負けそうじゃん、まあ、勝つけど。
よいしょ。追いつけ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 、このエリゴレエリゴレがね強いんですよ俺の中で。エリゴレエリゴレ、いやー追いついてきた。うわーマジでやばいやばい、なんで負けそうだったかもわかんないし、なんで今勝ちそうになってるのかもわかんないけど、マジエリゴレエリゴレはマジ強い。これ物量の審判がなんか来てない、これ流れが。よいしょ。さあエリゴレが殴って勝っていく。いや相手めっちゃうまかったな今回。そうちょっと追い詰められてた感あったけど、スケラね、スケラ、まあ、スケラ相手にはマジエリゴレエリゴレですね。うーん、エリゴレエリゴレしか言ってないやつになるんですけど、あ危ない、まあ、こんなんでマルチいったらもうボコボコされてプレゼントになっちゃう。さあもうマジで何も考えない、基本的に両サイセパレットしてるだけなんでね、はい、まあ困ったら棒ポイですけど。わあすげえ、ああそういうの嫌ですよね、こういうの求めてない、全然求めてない。まあこれは11交換できたら意外といいかもねと思いながら右も攻めていく。めちゃくちゃいいロケット、あーロケットやなめとか嫌だねそういうの。まあでもそんだけ使うとね、あとは右も今回止まんないんじゃないみたいな感じで行くと右にロケット打たれちゃうんで、そうすると左もね、よいしょ、両サイドに両サイドに交互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 にユニット出して遠距離のロケット押しとか、まあいないけどマザネットとかね、まあ見込みしていいか、まあ6番目かけたらポイズン打ちましょうと。でもこれ両サイドに攻めることによって、まあ相手がトルネロケとかしてきてもそんなアド取られないんですよね。そうそうそう、まあ無限にエリクサはあるんでって感じかな。え、ちょっとおもろいんですよね7番エリクサもうシーズンチケット全部持ってるのにやってるからね俺今。よいしょ。さあエリゴレ、まあ初手はエリゴレエリゴレよりエリゴレ単品の方がいい。初っぱなはなんか気持ち程度のね、待ってボープしてボープして、ボープ強い。ああマジトルネロケめっちゃ多いね、めっちゃ多いけど一回守る、一回これ守れるかな、なんかなんかやばいやばい顔してる、なんかやばい顔してない、大丈夫そうだ、これ嘘やん、ちょっと待って嘘やん、読みトルネロケやん。いやでもなんかあれ何もいなくなってるぞ、多分落ち着いたら俺のビューティルカウンターある。いやなんか全然なんかロケゴーやっぱうざいっす、こっから勝てます、このモードはそういうモードです。あーめっちゃいい、相手のトルネロケうめえなさっきから、ロケゴーお前残りたいです。そっちに打ったらさこれもうでもこっちも攻めるよね、うわすげえ。こっちもう交互に交互に交互に攻める、交互にでポイズン回ったらしっかり打って、いやこれねなんかあ負けたやんみたいななるんですけども、気づいたらね俺の方のユニットがちょっとずつ増えてくる、てか相手のヒーラーのあの数やばくない、嘘やん、ちょっと怖いよ。レンド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 、エリがもう漏れてる漏れてる漏れてる、漏れすぎ、これ気持ちよくなんかロケット押しパーティーすげえ並んでるけど大丈夫さ、いやまあ俺のエリゴレとかロケの数もやばいけど相手のヒーローもなんか5、6体いるんだよね、けどなんかゴリ押せちゃうんですよね、そうそうそう、やばいと思ってたもゴリ押せちゃうんで、まあチンパンですよねやばすぎるこのデッキも、このデッキとかもうこのチャレンジがやばい、
分かんないな。正解、まあ絶対これが正解っていうのはないと思うんですけど、エリゴレで両サイドちまちまね、憎たらしい攻めしとくのが一番強いと思ってます。なんかヒーラーマイクかな、マイクあれのポイズンとか、みんな同じなんですよね。あれなんか相手一緒かこれもしかしてっていうの。ああ、中身してるけどさすがにちょっと違う、まあ、あれはね無理なんで一回こう後ろからね、よいしょ、両サイド両サイドゆっくりこう行くのがねマジでいいね。さあでもうこういうところでミラーズしちゃってね、だからまあ7倍エリクサーだから結構雑にはなっちゃうんですけど、そんな中でいかにこうミスなくっていうか、まあ気持ち無駄なくできるかっていうのも、もうやや大事ではある。まあ連打しかしてないんですけど、連打しかしてないけど、その連打の間でロケット押し入れポイズン打たなきゃとか、連打の中でミリ考えてんのが怪しいんですけど、いってらっしゃい、いってらっしゃい。あのロケット押しさ、ポイズン全くない、不死身不死身なのあいつは。いやーなんかね、まあ、守られてはいるんですけど、守られてるの。エリゴレミラーマジ強い。ここまでエリゴレミラーで攻めると普段はさ、やっぱり警戒って考えるわけ。ああカウンター来るからな、このエリゴレミラーは良くないなってなるんですけど、もうこんな状況でも知らない、だってエリクサあるもん。だから使いどころね、エリゴレ大手にエリクサあげてもそれで攻めとんのやばすぎだろ。そうエリア上げてもね、別に相手勝手に漏れてくれるし、上げてないようなもんなんで、ただただ最強のエリゴレが完成します。これコツはエリゴレミラーをいかに多くできるかですね。初手だけねあんまやんない方がいいかもしれない、ボーラーとかで狩られるんで。ああこれは金ごとしタイプの人ですね。はい、でもエリが漏れすぎ漏れすぎ漏れすぎで、エリゴレで時間を稼ぐタイプよ。これやばいね、攻めないといけない、やばいやばいやばい、マジでやばい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 、でも時間もし、なーい。やばい。うわ、好き。あ、前はね、そのランバージャックがすげえ強かったのよ、レイジ。そう。なんか戦ってくれて、落ちても、レイジ落ちて、だったんだけど、そのレイジの範囲が広かったんですよね、前までは。でもレイジの範囲がね、もうちっぽこになっちゃったんで、それでなんかもう、レイジライアンっていう、感じにはなったね、ランバーくん。よいしょ、やばいかな、とか。なんか、やばい、なんかエリクサが漏れてきたよ、だんだん。試合するごとにジジイになってきた。やばい、なんかマジカチは嫌だな。マジカチ嫌だな。まあ、カウンター俺のターン、俺も攻めたいんだって。でも、無理やり溺れて。溺れてもらいいの。まあマジアチはねそんな軽く別に出ないんでね、結局ね、結局止まんないんですよこのエリゴレミラーが。どんな時もあいつ的な芝居かないとな、巻き中ですからね。で俺もこれ気づいたらその火力はないんで、もう攻めることしか考えてないデッキなんで、気づいたらね俺のターンも折れてるんですけど、まあ、いかにこう攻めれるか、攻めだけを考えると相手がねやっぱ防衛ってなってくるから、そこをあ愛もイケイケでご両親みたいな感じ、攻めて相手の攻めをもう雑にさしてご両親。やばすぎます。今エリゴレミラーしかしてない。
リゴテッドなんかまあ適当に出してる。ポイズンか、6番にポイズン打ってリゴレミラーしてると、マジで一応守る。おーい。いや、やばいんだよなこのモード。めっちゃクラロワ1カオスなモードですね。なんか今までいろんなの出たけど、はい。いやこれでもショップだな、結構豪華なもんもらえるからな。まあワイルドシャードと、まあ、この本か、めちゃめちゃお得だと思うからやり得です。まああとはフリーズとかね、そういうのもありましたけど、なんかもうロケット方針多すぎて結局ね。おー、いやこういう枯渇系はねめんどいんですよね本当に。なんかいちいち守ってるとどんどんこっちが不利になっていくしみたいな感じではある。まあでもあんま考えない方がいいかな。研究できたらすげえ楽になる。いやこれむずいな、なんか一回ゆっくり行こうかな。いやー枯渇かー、ちょっと強いのかな。まあ強そうな気もする。まだ試したことがないんですね、こっちは。でも可能性としてはすごいありそうですけど、結局ねこの何エリゴレで何でも勝てるやんになっちゃうんですよね、はい。諦めたかこれは。結局相手が呪文削りだろうがスケダだろうがエリゴレだろうが復活だろうか、ニペッカファルチロケットだろうか、結局エリゴルで全部勝てるねーってなるんですよね、はい。というわけで皆さん、ナーバーエリクサーね、まあ、地味おもろいな、連打するだけなんですけど、はい、俺は好きです。ぜひこちらやってみてください。お疲れちゃんです。またね。